はい、ということで今日も元気おしゃれな勉強やっていきましょう。今日はアジアニーズ、アセアン、オペックの違いって何ということで、アジア州に出てくるこの3つの英語の単語ですねについてその違いを見ていきたいと思います。それでは結論からいきたいと思います。めちゃくちゃざっくりと言うと、アジアニーズっていうのは東アジアのチーム、アセアンっていうのは東南アジアのチーム、オペックっていうのは西アジアのチームというふうになります。それでは具体的に説明していきたいと思います。先ほどアジアニーズは東アジアのチーム、アセアンは東南アジアのチーム、オペックは西アジアのチームっていうふうに言ったんですけど、ざっくり言うとこんな感じです。社会科の先生から見ると何言っとるんやっていう感じだと思うんですけど、ただテストに関してはこのアジアニーズは何かっていうのは具体的に出てこないです。知識理解でしか出てこないので、もう本当にテストの点数だけっていうふうに見るのであればこのような形でいいと思います。東アジアっていう言葉が出たらアジアニーズ、東南アジアっていう言葉が出たらアセアン、西アジアっていう言葉が出てきたらオペックっていうふうに出ていれば知識理解の問題は解けます。はい、では具体的に説明していきたいと思います。今回はこのアジア州の3つの英語の、単語ですね、これ非常に間違いやすいんですよね。はい、具体的に説明していきます。アジアニーズっていうのは日本の次に工業化した韓国、台湾、香港、シンガポール、この4つのことをまとめてアジアニーズというふうに言います。具体的にはちょっと また後から説明します。で、アセアンっていうのは東南アジアで協力して発展していこうっていうことで作られた組織で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイっていうような東南アジア10カ国の組織になります。なのでアジアニーズとアセアンって何が違うのかっていうと、アセアンはもう組織なんですよ。そうやって発展していこうねっていう組織で、アジアニーズは組織じゃないですね。協力していこうっていうわけじゃなくて、日本の次に工業化して発展していた4つの国をアジアニーズというふうに呼ぶという形になります。そしてまたオペックというのは全然違うものです。石油の価格や生産量を調節するために作られた組織で、イラク、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ナイジェリアということで、基本的には西アジアの国々なんですけど、結構アフリカの国も4カ国、5カ国ぐらい入っていたので、西アジア、アフリカなどの国の組織になります。なのでオペックっていうのはまあ組織なので、アセアンと同じように何かをしようとするために作られた組織になります。じゃあ具体的にオペックについてちょっと詳しく説明していくと、石油っていうのは、取れる国っていうのは限られているんですね。で、その取れる国で大量に生産されます。特にこの西アジアの国っていうのはペルシャ湾っていうのを中心にめちゃくちゃたくさん石油が取れるってなった時に、例えばサウジアラビアとイラク、イランで価格競争が起こってしまったら、今までは1キロ100円、まあ1リットル100円でいいか、1リットル100円で売っていたこの3カ国が、俺はイラク、イランに負けないぞって言ってサウジアラビアが90円にしましたってなると、世界の国々はみんなサウジアラビアの方が安いので、同じ品質なので安いサウジアラビアから買おうとしますよね。そうするとイラク、イランは困るので80円、70円、60円っていう風にします。そうすると安い国で買うようになるので、イラク、イランの石油が売れてサウジアラビアは困ってしまう。じゃあサウジアラビアはっていうと50円に下げる、40円に下げるってなっていくと、お互いデメリットですよね。それとかサウジアラビアから今年すごいたくさん石油が取れたので、イラク、イランの100倍輸出しますとかってなると、イラク、イランのものが売れなくなってしまって困るわけですよ。なのでオペックっていう組織を作って、ある程度価格はこれぐらいにしよう、今年は全然取れなかったからこの値段にしましょう、今年はめちゃくちゃサウジアラビアでたくさん取れたんやけど、サウジアラビアさんこれぐらいの輸出量にしてくださいよ、今年はイラクめっちゃ取れたからめっちゃ値段下げるんじゃなくて、いっぱい取れたけど価格はこれだけにしてくださいねっていうことで、誰も損しないために、もしくはまた世界の石油の状況をおかしくしないために作られた組織がオペックになります。はい、最後にちょっと日本の次に工業化したっていうところで、アジアの工業化の順番について見ていきたいと思います。工業化の歴史、工業化についてはまた別の動画で詳しく説明しているので、そちらを見てください。アジアっていうのは工業化している順番があります。1960年代に日本が工業化して、その次に1970年に韓国、シンガポール、台湾、香港が工業化していきました。2つ目に発展していったのが、工業化していったのがアジアニーズ、そして3つ目に中国、そして4番目に
ASEAN、そして2000年にインドっていうことで、まあ、ASEAN、インドは今後発展していくだろう、工業化していくだろうっていうふうに言われているんですけど、さっきのこのアジアニーズ、ASEAN の違い何かっていうことで言うと、2番目に発展していったのがアジアニーズで、4番目に発展していったのが ASEAN ですよっていう覚え方もあります。ただまあ簡単に言うと、東アジアはアジアニーズ、ASEAN は東南アジアで覚えるといいかなというふうに思います。はい、それでは、今回アジアニーズ、ASEAN、OPEC の違いについて説明していきました。アジア州のテストの定番ですね、知識理解でよく問われるので、ぜひその違いについて、覚えてもらえればと思います。